リヒャルト・ゲルストルは、オーストリアの画家。精神の内面を表出した、表現主義的作品で知られるが、生前は全く評価されなかった。作曲家、アルノルト・シェーンベルクの妻と不倫関係に陥り、そのことが元で自殺に至った。父エミール・ゲルストルは、ユダヤ人の裕福な商人で、母、マリア・ファイファーは、非ユダヤ人の女性であった。 ウィーンのピーレスティン・ジェムネッシム校に通ったが、不貧困が理由で大学を余儀なくされ、両親は家庭教師をつけた。早くから父の希望には反して画家を志した。1898年15歳の時、ウィーン美術アカデミーへの入学を許され、頑固で気難しいことで知られるクリスチャン・グリーペン・ケアルに指示した。ゲルストルは、 ウィーン分離派のスタイルに飽きたらず、独自の絵画を模索したが、周囲からは受け入れられなかった。1900年と1901年の夏、バヤマレの指紋ロー氏の指導を受けた。ハインリッヒレフラーの自由な画風に触発されて、教育を受け直そうとした。しかし、オーストリア皇帝、フランツヨーゼフ一世を称える式典に参加することを拒んだことも問題となって、 大学を余儀なくされた。1904年から1905年にかけて、ゲルストルはアカデミーで知り合った友人ビクトール・ハンマーとアトリエを共有していた。1906年には、ゲルストルは自身のアトリエを構えた。ゲルストルの描いたアルノルト・シェインベルクの肖像。ゲルストルは音楽への関心が高く、ウィーンで頻繁にコンサートに通っていた。1九百七年頃、 同じ建物に住んでいた作曲家のアルノルト・シェーンベルク、アレクサンダー・フォン・ツェムリンスキーと知り合った。ゲルストルとシェーンベルクは互いに才能を認め合い、親しくなった。ゲルストルは、シェーンベルクやその妻マティルデのほかチェムリンスキー、アルバン・ベルクの肖像画を描いたりもした。その作品は、ドイツ表現主義を予告するものであった。ゲルストルとマティルデは、 次第に親密になり、1908年の夏、マティルデは、夫と子を置いて、ゲルストルと共に出本した。当時、シェーンベルクは、妻に捧げる弦楽史重奏曲、第2番を作曲しているところであった。しかし、マティルデは、その年の10月、夫のもとに帰った。マティルデに去られた悲しみと、絵画界での孤立、芸術的な不成功に追い詰められたゲルストルは、 1908年11月4日の夜、アトリエですべての手紙を燃やした。焼かれずに残った作品もあるが、多くの作品がこの時破壊されたと考えられている。ゲルストルは、アトリエの鏡の前で首を吊り、かつ、刃物で自らを刺した。この出来事はシェーンベルクに衝撃をもたらした。彼の学劇、幸福の手は、この事件を元にしている。ゲルストルの墓。 ゲルストルが25歳で自殺してから家族は残った作品をアトリエから運び出して倉庫に保管していた。兄弟のアロイスが1930年、ないし1931年に歌唱夫をカリアに作品を見せたところ、カリアは彼の遺作の展示会を開いた。その後間もなくオーストリアでナチスの影響力が強まり、 ゲルストルの作品を評価することは難しくなった。第二次世界大戦後、初めてアメリカが死臭国にも紹介された。ゲルストルのものとされている現存作品は66点の油絵と8点の素描きである。ありがとうございます。